やっほー。こんにちは。ついてー。今何時ぐらいだっけ。ちょうどね、みんなね、え、今日は平日だよね。そう、平日だから15時ってことは、わ、かわいいギフトってことは、みんなお昼休憩の時間、おやつタイム、かわいい猫ちゃん、愛してる、たくさんありがとう、愛してる、かわいい、何ギフトだ、愛してるギフト、あいみんもぐもぐタイム、もぐ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 、おやつタイム、おやつタイムか。じゃあみんなパク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 、もぐもぐもぐ、新しいギフトです。かわいいね。何コンセプトのギフトなんだろう。ん？かわいい。わかる？わかる？うんうん。やば、延長、あ、あげー、かわいい、あげー、あ、そう、ツーショット撮影会のね、ブー枠が一枠追加されました。パチ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 、ありがとうございます、皆さんのおかげです、みんなのおかげ。マジ感謝、マジ感謝。そう、4部がね追加されたので、16時半から10、あ、おめでとう、ありがとう、16時半から18時だね、 4部は。ツーショット追加するね、わーい、嬉しい。そう、なんかツーショットなんか申し込みできなかったとか言ってた方が結構いたので嬉しいな。そういう方はぜひね、申し込んでくださったら嬉しい。ほんとみんなのおかげなのでね、またねみんなと写真撮れる時間がね増えて、とてもとても嬉しい、ありがとう、本当にいっぱい写真撮ろうね。明日は可愛いよ。明日は？今日ちょっとね、ダメか。なんか今日眠そうな顔してるもんね。高校生ですか？はい、高校生です。追加して一緒にツーショット撮れたら嬉しいです。撮れるよ。追加したら、申し込んだらさ、そう、 JK セブンティーン、そう、17歳ですね今。中学生に、そう、とんでもない嘘ついてるから意味、現役 JK、 みんなね JK 好きでしょ。JK ってもう言葉が好きだよね、 JK。
JK が大好物。じゃあ JK じゃなくなったら大好物じゃなくなるの。勝手にね、勝手に決めつけて最低だよね。ついまてーん、ついまてーん。確かにシンデレラ、初恋シンデレラのジャケ写はね、制服着てねやってるから、すごいなんか綺麗な景色だった初恋シンデレラのジャケ写。JK じゃなくなると2割落ち ?2 割落ちるの、あらま、そりゃびっくらぽんね。めっちゃね良かったね、海も空も綺麗だし、ほんとにまた行きたいな、あそこってぐらいほんとにね綺麗で、いっぱい写真をね撮った思い出。なんかね、秘密基地みたいな、秘密なんかね、こう立ち入り禁止みたいなところがね、よーく見たらなんか島みたいなところがあってね、ちょっとね怖かったんだよね。そりゃびっくらぽん大好き、そりゃびっくらぽんだけど分かってないの、どん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 さ年取ってさ行くからいいのにさ、そこでだんだん人格ができてきて、人格性も、人格はもう JK のうちにできてるか、だん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 さ女性のねあの大人の女性になるのがいいのにさ、お姉ちゃんじゃダメですか。とりあえず仕事もどんでバイ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 よ。みんなもねお仕事とかね全然本当にねあるよって方とか予定がある方は全然そちらを優先してね、本当にもうねもうダラダラとねまた配信させて。いただいております。やばい今日なんか眠そう、アイラインもっと引かないと。パチ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 、パチ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 、ラーラーラー、ラー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 、ウィーク配信しちゃったみね、多分喋んなくなっちゃうからさ申し訳ないから、こういう感じでまったりとさせていただきます。ネバ際のイントロ、これわかる、これはさわかるよ、イントロドンだとしてもすぐ分かるやつだよ。おきいさんそこにいるんだけど全然来ない。今日は越えた抜いた仕事中です、打つ通所追加おめでとう、ありがとう。なんか久々じゃない、元気、なんか久々だ、最近絡みないと思って DM 見返してたよ。まったり配信好きです、やった、まったり
まったりまったり生きる方法みんなでかと思うキャッツウィン。やっぱりみんな配信最高ですね。盛り上がっちゃって全然盛り上がってなくない？もっともっと盛り上げて盛り上げて。かわいい。あとあとじゃん、いくよ、楽しみ。あとじゃん楽しもうね。あとじゃんもうすぐじゃない？結構ね。ウォーウォー、闇の組織各上司から追われているので仕事に戻りますわ。お仕事頑張って。偉いね、お仕事ちゃんとしてるんだね。偉いよ。 JK 卒業した子はアイドルは味わい深くて魅力的。ひな島と親島、違う、ひな鳥と親鳥の違いみたいなもの。圧倒じゃいけない。稲妻ロック行くよ。やったー、稲妻ロックは来れるんだ。 BLT のチェキ当たったよ、めっちゃ嬉しい。見たー、あれでしょ、赤衣装のやつでしょ。おめっとー、ありがとね、嬉しい。大地って呼んでください。どうして？理由を述べよ。だってさ、名前言うじゃない。さえたん、ありがとう。くまちゃんありがとう。なんでだろう。仕事戻ります。ビッグラブありがとう。ビッグラブお仕事ファイト、ほんと応援してる。にゃんころにゃんころパンチ。え、母なる大事そういうこと。理由なんてない。コメントしてる？消えた。イノシシに遭遇あるかも。あるかな、イノシシ。なんでって聞くの怖いね。あ、セッキン愛してる、たくさんありがとう。愛してる、愛してる、たくさんありがとう。愛してる、ありがとう。今日も一日みんなね頑張って、偉い偉い。怒られたからかな。いや怒ってない、ただ普通に聞いただけ。なんでって怖がられちゃった怖がられちゃった。しのぎ頑張ってきます。最新頑張、ありがとうね、ほんと頑張れ。なんで、どうして。大人になったらちょっとイノシシに体当たりされたの？聞いてる？それは耳にされたのって聞いてる？どう思う？お話し会で教えるよ、イノシシ情報。もっと怒って。いい加減にしろ。さあ怒りませんよ。ここで全部言っちゃうとさ、ダメじゃん、イノシシのさ体当たり情報とかもさ。
どっからイノシシ来たんだそれな。雑な会話の誘い。2番目に可愛い知ってる。おめでとうございます、ありがとう。だいぶ遅い、ありがとう。遅めのハッピーバースデーでも嬉しい。折れないと歩みの努力出てきている。お話し会何枚あったらありがたいですか。そんなね、何枚でお願いしますってね、ちょっといろいろね、なんか申し込みもねたくさんあって、皆さんもねいろいろさ、たくさんたくさん、あのそれだけイベント行ってたらね、いろいろマネーがって方もいると思うんですけど、たくさん話せたら嬉しいな。いっぱいね、1番はいないよ、みんな2番目に可愛いよ。1番決めると女怖いんだよ。この人何、いきなり現れてさ、面白すぎ。急にポエム流れてきた。頑張ってくる、夜勤頑張ってね、話ありがとう。あみちゃんの午後も楽しくなる、楽しくなるよ、ありがとう。リアルに最初10くらいあるといいですよ。あの実体験した方がねそうやって言って、まあね、やっぱね自己紹介とかお互いのことをね聞き合ったりすると、結構本当にあっという間にお話し会、オンラインお話し会とか過ぎちゃうから、もう本当一瞬、もうね会話の途中で終わっちゃうもんね、いつもいきなり。大感謝祭何やるか分からないけど、とりあえず申し込んだよ。うちらも何やるかなって思ってる。何、去年めっちゃね楽しいこといっぱいしたよね。そう、この以前のあの大感謝祭のね応募も始まっております。生い立ちとか話してもいい、いいよ、話してくれるの。あ、運動とかしたんだ、懐かしい。もう運動はいいかな。カラオケしたいね。運動しよう、どうぞどうぞしてください。運動キャンセル界隈、足いっぱいいっちゃうからね。あゆみと同じグループになった人がかわいそうかな。ね、ガチで一緒になった子はね本当にね頑張んなきゃって感じ。足長くて三輪車こげなかったんですけど、いやあれね硬すぎてさ、三輪車さんマジで外国産のらしくて、あの海外の三輪車だからやっぱこう結構頑丈にね作られてて、めっちゃ硬かった本当に。あれはこげなかったもん。何の競技なら1位になりそう、ね、1位になれない、1位になれることは絶対ないけど、
そうだな、なんかバレーボールとかしたい。バレーボールしたいな。バレーボールしたい。バレーボールとバドミントンとか鳴らしたいな。海外の赤ちゃん力あるかね、知らんけど。知らないんだ。まあなんかありそうだよね。よいしょ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 。かけっこ。客席にバレーボール飛んできそうで怖い。投げたる。確かに。何を見せられてんだってなるよね、バレーボールやってたらさ。玉入れ競争楽しい。玉入れ競争どうすか。玉入れ競争楽しくない。顔に当ててほしい。アイミンスパイクが顔面で受けたい。スパイク、スパイクってなんだっけ。アタックの違う言い方か。顔面で、顔面に当ててもらったらそれはご褒美ですかね。ご褒美でね。笑うよ。みんなド M ですね。あゆみのサーブをケツで受け止めたい。やばい。ここにさ、初めて入った人さ、ドン引きしないって言ったら、あゆみもさ、なんかやばい人みたいに見られるからやめて。背中にぶつけてください。治安がね、ちょっと。まださ、夜とかならあれだけどさ、まだ昼だからさ、ちょっと昼お昼おやつの時間でこれは強烈。ドッジボール避けて最後まで残る。あ、丸抜きでした。わかる、一緒。なんかもうでもね、避けても避けてもやっぱどうしてもね、当たられて外野行っちゃう人でした。外野行っちゃって、もう外野の近くの子と話してドッジボールの時間が終わるっていう、毎回そういう感じだったな。外野、外野ってなんか言葉かっこいいよね。外野、はい外野当たったから、はい外野行き。ガイア好きだった、めっちゃガイア。わかる、ガイア行ったらなんかさ、もう当てられないからさ、逆に当てる側になるからさ、安心やばい。当たった方が気楽。わかる、もうもう早めに当たっちゃった方がさ。逃げる姿は可愛いんだろうな。音符、発想が可愛い。外野、外野ね。ボールぶつけてごめんね、許さない。痛かったな、
たかったな。外野に行きたくて当たりに行く。みんな外野行ったら何するの？じゃあ電脳あたり狙えたら終わり。確かに当てるのね、うまそうだよね。こう狙い定めてパッと行くのがね、うまそう。遠くに飛んでったボール拾いに行って強い人にボールを渡す。なるほどね、その役割やってた。そのまま遊びに行こう。いや、ボール当ててきた人とは遊ばない。一生懸命にやってて見せかけて休憩。なるほどね。ボールぶつけになってとんでもない。優しくパスします。わらかっこわら。小学校大体屋上で、だからぼーっと空眺めてた。なんかいい、はかない。屋上で暑いね、焼けそう。すぐ焼けそうって考えちゃうからダメだね。開放的。ドッジボール楽しいよね。屋上なんて都会しかないよ。やめてよ。なになに。なるほどね、ドッジボールか。ドッジボールね、楽しいんだよ。でもなんかドッジボール考えた人すごいよね。可愛くボール当てた人とは遊ばない。リアリーイコール無敵なんよ。無敵。そうなの。顔は反則ね。顔当てられたらちょっとダメでしょ。顔危ないね。ヘルメットみたいなやつやって、もうトゥ。花一問目当たりに行くふりして避けて自分たちのボールにしてた。めちゃめちゃ賢くない？そんなに考えてるんだ。心理戦か。心理戦、そう、心理戦なんだよね。もうちょっとね、精神的な戦いになってくる。玉入れ、あいみん得意そう、心理戦。下手くそだよ、頭の回転遅いからね。あいみんとだるまさんが転んだしたい。だるまさんが転んだ、楽しそう。くまぷありがとう。くまちゃん、あれ休み時間短い間でやってた小学生すごいな。本当にね、休み時間なんかさ15分とかでもね長かったよね。結構長く感じて、え？
そうめちゃめちゃね短い時間でやってた。最後は勝つ、最後はどうせ勝つのでね。最後は勝つ。15分の休み時間で外に遊びに行く元気よな。まあそれがね、その子供心を蘇らせろ。小学生が一番楽しいかもね。みんなすごくなんか純粋でさ、何も考えず生きてたな。それな、もう何も考えず生きて生きてた。あの頃に戻りたい、戻りたい。一回タイムスリップ。小学校から宇宙のこと考えてたでしょ。宇宙のこと考えてたっけな。宇宙の存在知ってたのかな。そんな知らなかったかもな、宇宙の存在自体。みんな縄跳び得意そう。縄跳びなんかやってた。みんなでの縄跳び、何人かでの大勢の縄跳びはめちゃめちゃね苦手だった。よくね引っ掛けてた。休憩時間で見れた、嬉しいわ。やっほーん、貴重な休憩時間ありがとう、見に来てくれて。えらいえらいだね。大縄跳び、そう、緊張する、めっちゃ。連帯責任なのでね、誰か引っかかったらみんなって感じじゃない。どうなんかって感じな視線を感じない、あいつな。怖っ、怖い。ランドセル似合ってる、やばい。ランドセル、むしろみんなが引っかからないのが悪いって顔すればセーフ。逆にね、モテたんだろうな。モテるわけなくない？あの縄はね、回す方にもう回ってたかも。自分が引っかかるから。とりゃとりゃとりゃ、懐かしい。
クラスに一人は回すのめっちゃうまい人いた。わかる。いるよね、回す担当ね。あゆみはなんだろう、なんかあれだったよ、あの風邪とかでね全然休んでも気づかれない枠でしたよ。マジで存在感消すのがうますぎて、もともと存在感ないっていうのもあるんだけどさ、シュッと消してまあその結構クラスの5つ目の話5つ目やばい、なる、だ力いるからねあれは。もうマウスのめっちゃ疲れる。そうそう、気配消してやってた。男子女子リズムも大事、めっちゃね、ほんと大事。見た目陽キャっぽい。確かになんか顔だけ見たらさ、めっちゃさ元気そうなのかな、なんか結構なんか喋りそうな見た目に確かにね見えるかもね。あゆみの子このさ性格のイメージをはいさっとはい記憶して写真だけ見たら、あゆみの隣の席になってノート書いて、逆あゆみがねノート忘れるからあの貸してもらう逆に。スクールカースト最上位、最下位です。東大あれガチ好き、最下位教科書も忘れたりするよ普通にね。かわいい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 すぎだよ。置き弁ってなんだっけ、教科書とか持って帰るとあの荷物になるからもう置いていってみたいなやつ。スポットライトに当たってファン、消しきれない気配が溢れ出したわね。ピシャー一緒に教科書見ようね、かわいい。学校ってかわいいね。掃除の時に男子に注意するタイプだった。逆に一緒にというか自分もあんまやってなかったら掃除しても汚れるじゃん、何回もさしてもさ。愛してる、たくさんありがとう、ハッシュありがとう。
パパパパパパンパパパンパン。合唱とかさ、ちょっと歌ってよ男子って感じだった。前も歌っても声がちっちゃすぎて声出してないみたいなもんだったから、逆にちょっとあゆみちゃんも大きな声で歌ってねって言われてたかな。懐かしいね。あんま記憶ないよね、もう学生の記憶ない、マジでないわ。給食の余ったプリンとか、いやそんな争うね戦いには出なかった争奪戦には出なかった。だって負けそうだもん。じゃあ宮中入れば何してたの、何してたんだろうね。ほんと学校まあ行って、勉強して帰ってきてって感じで、また学校行って、まあそうコロナだったりしたから、コロナ禍で歌ったり踊ったりね一人で家でね歌ったり踊ったりね折り紙折ったりね、 YouTube で折り紙の折り方みたいなやつ見たりしてね。入場の応募どこで知った？なんかネットで知った、 Twitter とかかな。なんか今あってるオーディションとかいろいろ調べてて、なんかそういろいろ受けてみようって感じで、なんか他にもねいろいろ受けたりしてたんだけどさ、オーディションむずいよね。豆柴書いたり、あれねめちゃめちゃ小さい頃だね。幼少期です。結構ずっとなんかお家でひたすらなんか字書いたり絵書いたり YouTube 見たりっていう行動ばっかしてたね。こんにちは、こんにちは。チーズ。あんまり個人情報言うと闇の組織に狙われるよ。思った、なんか喋りすぎたよね。急にどうした？冷静なのやめてね、本当に。みんな今日平日だよね。何してるの？こんな、そう、おやつの時間に。配信見てます？お仕事とか
学校とか。今からバイトです。お仕事サプリ中。あなたが配信してるから見てるのよ。笑。ありがとう。サボってんの？サボったら怒られない？バレて。みんなちゃんとさやってるね。偉すぎ。バレなきゃね。在宅ワーク最高だね。在宅が一番だよ。あゆみは今日はね一日まあゆったりしてますけど、今日ラジオあるよ。 MBS ラジオ今どきてふずふナイトパート2。今日はどの回かな。今に。今にってたまに言うの好き。たまに言っちゃう。今に言わず。僧帽筋さん、僧帽筋って名前なんでしてるんだろう。僧帽筋、僧帽筋ってここだよね。僧帽筋の出っ張りやばい。背中の筋肉が前に上がってきちゃってるから僧帽筋なのか。背中の筋肉がさ、もうスマホとかいろいろさ眼精疲労でこう前に来ちゃってるんだよね。盛り上がってるのすごいね。すごいね。あれどうしたらいいんだろうね。肩こりの筋肉。巻き肩やだね。肩ね、肩結構凝るよね。やだ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 。猫背直したい。結構なんかさ、こう首も前に来ちゃうよね。首を後ろに意識。
会議そろそろ始まるから仕事戻るね。会議ファイト頑張れ。かっこいいね会議、超かっこよくない？会議お疲れ様です。お疲れ様です。仕事中。明日の会議は少し憂鬱。どうして？会議が楽しみな方っているのかしら？いるんじゃない？やっぱお仕事とか楽しいってこう思えたら素敵だよね。やりがいあるなって。あゆみんと会議ならどうする？あゆみんが会議でめっちゃうるさかったら、なんかそのうるさいっていうのはギャハギャハギャハみたいなのじゃなくて、いやもっとさここさこうできるよねみたいな言ってきたらどうする？あゆみんが全部受け止めるよ、真剣に向き合います。めっちゃ細かく細かくさ、ここもっとこうできたくないとか言ってきたら怖くない？やりづらーん。そうでしょ？細かいとこめっちゃ細かいからさ、まあ、そこは多分 A 型が入ってるよね。仲良くなりそうだろう。仲良くなりましょう。あいみんで詰められるなら OK 会議ってどんな感じなの？なんかコロナ禍の時はさ、あの Zoom とかでできたじゃん。今は直接？兵庫県庁の会議はやの兵庫。なぜ？あ、なんかニュースとかでね、いろいろあってるよね。難しい仕事とか、難しい、本当に。わかんない。わかんないです。わかんなくなってきました。お疲れ様です。お疲れ様です。今もオンライン。オンラインでだから寝てね、寝てるんだけど寝てませんって言って、やるっていう。オンライン眠くなる。起きて。仕事終わりで寝落ちしてて遅れた。全然間に合ってるよ。イエイイエイ。
みんなお仕事で忙しいのにさ、来てくれて本当優しいね、ありがとう。フリーズ芸やばい、フリーズ芸やってるの。オンラインは都合が悪いと家の Wi-Fi やばいかもねってやばい本当に。フリーズ芸されたら笑っちゃうかも。気づかないかな、本当にフリーズって思うかな。バイバーイ。フリーズ会議でフリーズ芸できる会社めっちゃ仲良しでいいな。確かに仲いいね、楽しそうだね。コメントしようとしてる内容会議で声出して言っちゃうかもやばい。でもみんな頑張ってるよ、もう本当にもう報われます、報われてください、応援してる。会議ちょっとでもね、なんかこう頑張れる、頑張れるっていう何かになれたらな。あゆみが何もできないけどさ、頑張って。向かわれる、じゃあ結婚しよう。サンキューな自分でさ完結するのやめてよ。生きろーみんなで、カトボビキャドゥービン。ニアジュイメンバーとの会議楽しそう、絶対楽しいよ。どんなふうになるの、ほんとフリーズゲーとか意味しちゃおうかな。みんな笑ってくれるかな、気づく愛ちゃんとかさ言いそう。あ、なんかみんなあいみんの画面フリーズしてるからさ今って、ちょっと今一旦話ちょっと止めとこうみたいな。あいみんの画面大丈夫かなって言ってくれそう影薄くてスルーされないって言うね。おい、背景でキイちゃん映ってバレるうち、確かにキイちゃんが動いちゃうからレノンとか真面目な顔してめっちゃフリーズゲーしそう。レノンはちょっとびっくり顔かも、こういう感じで。なんかあみたいな顔でちょっとフリーズしそうかも。ちょっと凝ってる止まり方、虚無顔虚無ってね。桃ジュリア積極的に発言、イエス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 。あの二人がね話してくれるよ。会議か、みんな本当に会議とかお仕事とかさ偉すぎ、偉すぎでしょう。ヤッホー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 。
すまぬ寝転んで見てる。起き上がれ、起き上がって、ちゃんとさ起き上がって見てよ。リラックスいいね、リラックスしててめっちゃいいね。半分寝てます、知ってるよ、みんながそうやって寝てること。ゆずきちありがとう。くまちゃん、なんかくま、お姫様くまちゃん、起きろー、みんな寝かと We can do it。 よっこいしょっと、どっからセット、よっこいセット、よっからセット、どっからセット、今世界中のウィーキャドゥービウィーキャドゥービー。よくうにゃって言って起き上がってる。あ、かわいこぶってるわこの人、かわいこぶってる、めっちゃ女子みたい、かわいいね。ヤッホーヤッホー、ヤッホーです、ヤッホーしてくれてみんなありがとう。みんなじゃあそろそろね、こうやっていっぱいお話できたということでね、そろそろこの辺で一旦配信をね、カシャ配信終わろうかなって言うとさ、キイちゃんカシャって言うよね。お利口さん分かってるんだね、ちゃんと配信が、配信をもう終わっちゃうっていうの偉すぎ。今日はね、でも夜とかできなさそうかな、ちょっとね。そう、タスクがいろいろある。またね、いきなり始めるかもしれないけど、今日は難しいかな。だからみんなもね、予定入れてたくさん遊んでください。遊べないね、遊ぶ時間ないよね、お仕事とかさ。頑張ってね。じゃあそれではランキングを読ませていただきます。いつもゲリラ配信ありがとう。ゲリラなのに来てくれて逆にありがとう。じゃん、ランキング読みます。10歳、 TM マン。12位、父岡。11位、 FJ。 10位、クレ星人。9位、 NU ルーヌーか。8位、アツコ。7位、ネコパンチカリー。6位、トッポギアットマークアイミン大好き。5位、ゆずきち。4位、やす。3位、さえたん。2位、くまぷー。1位はドゥルルルルルじゃん、ハッシュー、ありがとう、みんなありがとう、キャンもありがとう。パッチ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 
チピ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 チとね、今日もねありがとうございました。今日はね配信見てよかった寝ようかね、眠くなる時間だよねこの時間帯。今日はそう、ツーショット撮影会のね一部4部の枠がね追加されたということでね、1部から4部みんなといっぱい写真撮れる、やったー。またね申し込みが受付がね始まったらぜひぜひねよろしくお願いします。いっぱいね写真撮ろうね。明日のお昼の12時から申し込みが始まるので、申し込みできるのでねぜひぜひね待ってるよ。みんなのことたくさんお話もしようね、お話し会も。そして生駒城2020の昼の部の一般選考受付、2時受付の締め切りが本日の23時59分までなのでね、ぜひぜひまだね申し込んでないよ、忘れてたって方はお忘れなく、いろいろね、あと「イコノイジュ大感謝祭2024」もなんか F ファンクラブ選考受付がね始まってるのでね、東京ドームシティホールで何をするのかまだ分かんないけど、ぜひぜひ待ってます。で本日発売の西日本新聞にゆうかと私の、記事がね掲載されてますので、ぜひぜひチェックしてください。お金がいくらあっても足りないな、それな、会いに来てくれる？で今日のね夜中の1時半頃かな、今時ドゥフドゥフナイトパート2の MBS さんのラジオにラジオがあるのでぜひ聞いてね。そんな感じかな。じゃあ今日もねたくさんありがとうございました。最後にショールームのフォローとポチッとと X とインスタのフォローよろしくね。チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネルじゃあみんな今日はありがとうね、バイバイ。おやぽみだね、早めのおちゅおちゅプシュ、楽しかったよ、バイバイよ。